朝倉市は、福岡県の中南部、筑後地域に位置する市である。市役所のある旧天城市中心部周辺の空中写真。2017年7月13日撮影の3枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。福岡県の中央部、福岡市の南東約40キロメートル、久留米市の北東。 約2 0トルの場所に位置する。市内を北西から南東へと貫く、国道386号線あたりを境に、南側は盆地、北側は古書山をはじめとする600から9 0 0ル級の山々が連なる。この山地の中に、福岡県両地区地域の水資源供給の役割を担う寺内ダム、江川ダムがある。また、地域の南側には、境界に、 ほぼそう形で筑後川が流れている。地域西端部に中心商店街や中心鉄道駅が立地する。市中心部から北東約8キロメートルの位置に九城下町の秋月地区がある。秋月地区は筑前の小京都と呼ばれ観光地となっている。国道386号の八木地区を過ぎると大分県日田市に入る。旧八木町のみ。 従来の大技の前に、破棄を冠する。秋月城跡長屋門、安本美天が唱える説で、天城、朝倉地方を中心とした、周辺地域の地名となら、山和地方を中心とした、周辺地域の地名の告示から、山大国の中心は、天城、朝倉にありごになら、山和地方に移って、山和朝廷になったとする説。この説にちなんで5月には、 天城公園で花の山大国祭りが開催されている。鎌倉時代の1203年、原田種男が幕府より、秋月章を賜り秋月城の築城を始める。それ以降、原田氏は秋月氏を名乗り、以後17代にわたって統治が続き城下町として栄える。しかし1587年、九州に攻め込んだ豊臣秀吉の軍勢の前に敗れ、秋月氏は、 日向国高鍋に違法された。その後江戸時代に入り1623年、福岡藩を統治していた、黒田長政の遺言により、長政の三男、黒田長公が秋月に五万国で分放され、秋月藩が成立、城下町を建て直した。以後は、黒田氏による統治が、明治時代の廃藩地権まで続くこととなる。廃藩地検により、秋月県が誕生。 県庁所在地となったがすぐに福岡県に統合され県内の一都市となった。その後、明治政府の打ち出した政策に強い不満を抱いた氏族により1876年10月24日、熊本藩で起きた上風連の乱に交うする形で10月27日に秋月の乱が起こった。1953年6月に九州一帯を襲った集中豪雨により、 筑後川が各所で氾濫。現朝倉市域では特に大福、二名城一帯の全家屋が浸水した。2017年7月5日に九州北部を襲った記録的な集中豪雨では市内の黒川地区にある北工事公民館では降り始めからの累下雨量 894mm、24時間雨量 829mm に達するなど市内各地で、 記録的な豪雨となり、市内各地で土砂崩れや河川の氾濫による浸水が発生し、市内で34人が死亡、2人が行方不明となったほか、住宅の全壊、大規模半壊372件、その他国道386号を中心とする道路、等の生活基盤施設や農地なども多くの被害を受けた。朝倉市では、同年度末に復興計画を策定。 現在も復興、復旧事業が進められている。浅倉市の地域は一部を除いたほぼ全域が旧築全国に属しており、福岡県の公式的な地域圏としては、福岡地域圏に分類されるが、反面、市内の鉄道が久留米方向へ向かって整備されており、久留米市を中心とする筑後地,地域圏に含まれる要素も多い。また、自動車のナンバープレートも、 福岡ではなく、久留米となっており、郵便番号も地区5地区に多い830番台の番号となっている。朝倉市の内旧天城市、朝倉町域は、福岡都市圏の5%通勤圏に属する。秋月中学校の木造校舎秋月杉野馬場のぬばの、桜並木天城駅天城鉄道、天城鉄道天城線西日本鉄道、西鉄天城線路線バス、天城バスセンター、 覇気方面、乗り場コミュニティバス愛乗りタクシー、長渕線高速バス以下の路線が市内の停留所に発着する。発着地は、朝倉市中心部近くの大分自動車道、天城インターチェンジに併設される高速天城旧朝倉町中心部近くの朝倉インターチェンジに併設される、朝倉インターバス停、旧覇気町中心部の覇気発着所。 秋月原鶴温泉天城歴史資料勧告の史跡、福岡県指定史跡は個人。ありがとうございます。